写真拡大。全3枚。セリーグ、阪神8対0 DeNA、19回戦、阪神11勝7敗1分、20日、京セラ勝負の分かれ目は0対0で迎えた5回の申告敬遠だった。西に、三塁から、そこまで無安打の近本を歩かせて満塁策を選んだが、浜口が木浪に4球で押し出し四球を与え、福留に3点2塁打を浴びた。ラミレス監督は、近本は、うちの左投手から打率5割以上打っていた。その後の押し出しは想定していなかったがと悔やんだ。昨季はリーグ最多56、今季も45個目と小石球が圧倒的に多いが、この日はこれが裏目。首位巨人とのゲーム差は6に広がった。